年2回目の雪中キャンプです。今回積雪何センチだろう、まあ、40センチぐらいはあるかな。さあ今日はこの雪の中で1泊2日のキャンプ楽しみます。寒い中今回もトルトゥープロ立てました。撮っておりますね山広さん。今回は今回は雪中キャンプです。はい、非常に寒いです。寒いね。風がすごい強いから、うん、それも大変やったな。今日それ持ってきたん？これはスタビライザー、手ぶれしない。かっこいい。すぐ壊れます。あったかい。あったかいよ。今回も大活躍してもらいます。藤川さん、今日もよろしくです。やっぱりトルチュは立てたら快適だけど立てるまでがほんと大変。薪を買いに行ってる間にもうすでに雪が積もっておりました。大変だ、片付けが。こちらにも。このお手洗いは簡易トイレで、ちょっと女性にはゼロ度。今日は藤川だけじゃちょっと心配やったんで、ガスストーブも一応持ってきました。あったかい、あったかい、あったかい。休憩中です。まだまだ雪は降っております。今日の晩ご飯は、今日のご飯は、チーズタッカルビを作ろうと思います。お、タッカルビ。鶏肉と豚バラをタレで1日つけておきました。つけてなので多分中まで染み込んでますよ。お、これは期待大。お、楽しみですね。これを一回フライパンでちょっと焼いていきたいと思います。はい、はい、ご飯も炊いております。ご飯も炊いております。もうちょっと火強くしよう。
寒い、寒いね。いい匂い、もういい匂い。さすが、漬け込み方がやっぱ違うかな。ちょっとだって、なんせ一日漬け込んだから、ね、さすが、一日漬け込んだらすぐ匂い。しかも明日はお休みなので、ちょっとニンニク多め。あ、ニンニク多めしちゃった。勝手にしちゃった。勝手に、ちょっとだけね、うん。さあ、ご飯もいい感じに炊けました。ちょっとおこげがあるのがまた。いいね。そして、お鍋はどうかな。ちょっと、見てみましょうか。どうですか？おいしい。おいしい？茄子が漬け込んであるやってることはある。いただきまーす。いただきます。うまい。うんうんうん。おいしい。いいです。ちゃんと味付いてます。よかった。美味しいです。うん、あ、で、ここは、中ヒルゼンオートキャンプ場で、うん、初めて。料金が、2人で、1泊で、1800円でした。うん。で、電源付きの場合は500円、2人で。うん、2人で。うん。まあ、お得なとこですね。うん。岡山県がこんだけ雪深いとは思ってもなかったです。岡山。危ない。ちょっとロマンチックやな。ロマンチック。肌に雪が入る。めっちゃ吹雪いてるよ。すごいな、吹雪いてるな。よし、次は写真にしよう。さあ、今は夜の8時40分です。今日も一日お疲れ様でした。寒い中いろいろやってくれてありがとう。そして今はインナーテント内 8.9 度です。だいぶ暖かいね。まだなんとかいけそうだね。ということで、アルフォートが、アルフォート喉に詰まった。った男はアルフォートブラック。なんだそれ、ブラックで、これめっちゃ美味しい。しいこれからはブラック。おやつタイムです。おやつタイムしてます。9度まで上がった。9度まで、ね。うん。外はまだ雪が。降ってて、だいぶ積もりそうな感じやけど、明日大丈夫かな。まあ、もうちょっとじゃあゆっくりして、ゆっくりします。寝ます。おやすみなさい。また明日。さあ、いただきます。いただきます。はい、こんな感じで作ってくれました。食べてみたいと思います。うまっ。お肉、朝から超スタミナ。うんうん、おいしい。いや、もっとめっちゃおいしいって言わないと。おいしい。うん、そう、おいしい。Thank you.
サバ。あ、山菜ね。美味しそう。お寿司も頼んでます。温泉入ってこよう。もう早くお湯に浸かりたい。